四津池公園浜松球場あたり球場の位置浜松。球場は浜松市中区の四津池公園内にある野球場。施設は浜松市が所有し、公益財団法人浜松市体育協会が指定管理者として運営管理を行っている。1948年、坂田慶造が浜松市長を務めていた時期に浜松市営球場として会場。 両翼91.5メートル、中堅106メートル。高校野球、社会人野球など、アマチュア公式戦のほかプロ野球公式戦も開催されたが、施設の老朽化に伴い全面改築されることとなり、1979年に改築工事が完工同年6月に現球場が開場した。当時は、両翼十一メートル、中堅百十八メートル。 2003年にはスコアボードを電光掲示板に改造し、2004年3月に球場のリニューアル工事が完成し、耐震補強工事、グラウンド拡張、選手控室、ロッカー室、観客用トイレの改良が行われた。プロ野球では中日ドラゴンズがオープン戦と公式戦を年1から2試合、東球場で主催している。このか読売ジャイアンツが、 主催公式戦を1953年から1983年まで断続的に開催し、また主催オープン戦を1993年まで毎年1試合開催していた。パシフィックリーグでは1990年から1992年には日本ハムファイターズ、1995年には西武ライオンズが公式戦をそれぞれ年1試合開催した。中日ドラゴンズは 春季キャンプおよび秋季キャンプを浜松球場で行っていた。バックスクリーンがフィールド側にせり出しており、またスクリーンのすぐ後方には旗を形容するポールが設けられている。バックスクリーン後方にはガイアスタンドの入場口や洗面所などが設けられているため、こうした配置となっている。2005年からフェンス広告の掲出が開始された。スポンサー企業は 静岡県遠州地方の企業を中心に、近隣の愛知県東三河地方の企業なども名を連ねる。遠鉄バス53.56六萩9、宮古田線市営グランドバス停から徒歩0分、または、遠鉄電車西、鹿島線上島駅から徒歩15分。遠州鉄道により、浜松駅、バスターミナルからの臨時直通バスが運行される場合もある。ありがとうございます。